まあ顔向けに入るまでにやりたいことのリストというのでね、まあ年末なんで、まあ来年の目標とか、まあそういう感じでね、来年は何やるよ何をやるとかね、何をできるようにするとか、いろいろ目標を立てる人もまあ多いかと思いますけど、まあこの目標を立てる上でね、実際みんなどういうのを目標というかね、やりたいことなのかなというのをね、ちょっと振り返ってみました。まず このバケットリスト .net っていうね、えー、みんなのバケットリストが載ってる、えー、サイトがあります。まあそこのね、人気のあるリストトップ20。で、そのトップ20ね、まあ私がやったことあることの、もあるのでね、必要なお金と時間をかきました。1位オーロラミル。ね。これ日本に住んでると、まあたい高くても20万ぐらいで、まあカナダかアラスカ行って見れます。 日程は5日間で行けますね。で、スカイダイビングを体験する。まあ、これは、えー、首都圏だと埼玉でできます。まあ、5万まで十分ですね。タンデムダイビングだと、まあ、えー、行ってすぐできると。で、まあ、その他ね、まあ、タトゥーを入れるとか、まあ、この3、4、5あたりは、まあ、5はちょっと興味あってね、一泊クルーズしてみたんですけど、えー、自分にはクルージングは向かないなというのがわかりました。 まあこれが人気のあるトップ20ですね。で、まあ、他の人、じゃどんなね、えーまあ、やりたいことがあるのかなというのでね、いろんな人の、えー、バケットリストをまとめたサイトがあったので、ちょっと覗いてみました。ジ、ま、人、あ、さんって方、世界一周が1位、世界一周、日本一周、スカイダイビング、ね、えーまあ、いろいろ旅行が好きなんですかね。 でその他、やっぱ世界一周、ね、青木優さんか、青木すぐるさんか分かりませんけど、まあ世界一周と、まあ、世界一周をね、えー、見てると結構、えー、人気がありますで。世界一周ってね、まあ、えー、日本に住んで普通に、 有給取れない会社に勤めたら厳しいでしょうけど、まあそうじゃなくてね、まあ普通に所得あって、ある程度休みがまとまって取れる生活すれば、まあそんな難しいことじゃないというのがね、えー、まあ旅行というか、まあ旅行を続けては世界一周できちゃいますんでね、えー、世界一周という形です。で、ごめっさん、ね、アメリカの大学院に合格すると。うん、これが一番やりたいことなのかって感じなんですけどね、まあ大学院に行きたいんでしょうね。 ゆうきさんね自分の子供とサーフキャンプすぐした方がいいんじゃないかと思いますけど、ね、でそれがトップならねサーフキャンプしたいと。で、えー、ロマンチックな死に方をする。なかなかロマンチックな、ね、リストですね。まあ、この方のなかなか面白そうな項目もいくつかありました。 まあ、いろいろ見ていくと、まあ、そんなね、えー、いやいえあのやりたいことリスト、1番、2番、3番ぐらいね、やりゃいいじゃんって感じのことが多いんですけど、まあ、これが驚いたことにね、まあ、日本で普通の、まあ、生活をしてると、なんと簡単にやろうと思えばできそうなことができないといつかやろうと思ってると、まあ、いつかは永遠に来ないで、ああ、あって言ってまあ死んじゃうんでしょうね。 まあそうならないようにね、ある程度、まあ、時間とか働く場所とかね、えー、休みを取るとか取らないとかっていうのが自由になる、えー、稼い方ができたらいいんじゃないのかな、というふうに思いますで。その第一歩としてですね、えー、日本に住んでると、まあ、日本製品っていうのは安く手に入ってね、海外では高く売れるものがいくらでもありますんで、まあ、輸出ビジネスというのは、まあ、非常におすすめです。